どうもこんにちは、ライム TVE のライムです。今回はザクルで BMW M4 を使ってドライブやっていきたいと思います。ということでですね、本日はロサンゼルスのディーラーまで行きたいと思います。でですね、お金がまあ結構貯まりましたんで、なんかね車を買おうかなということでやっていきましょう。まあまだね何を買うかは決めてませんが、まあでも結構お金があるんでね、なかなかまあ、そこそこの車も買えるんじゃないかなということで、まあ、とりあえず走っていきましょう。まあ、ファストトラベルするのが早いんですけどもね、まあ、一応車のゲームということで走ってなんぼということで、まあ、走ってねやっていこうかなというふうに思います。距離が15キロ、そんなに遠くはないですね。まあ気持ちよい速度で飛ばしていこうかな。とはいえ夜なんでね、このゲームの夜はもうこれ何回も言ってるんですけど、すごい暗いからあんまり速度を出せない。出せるっちゃ出せるけど出したくない。怖い。高速じゃないかは乗らない感じですね。ずっとした道ですね。 M4 いいですね。性能がなんつうんだろう、バランスがいいっつうのかな。速すぎず遅すぎずですね。まあこれは少し改造してるんで結構速度出ますけども、まあなかなかの性能の車だと思います。なんか反光の設定がおかしいな。フォースフィードバックがない。すげえ運転しづらい。まあいいや、大丈夫だ。でここは崖を降りていく感じですかね。という暗いな、すげえ暗いな。おーおー、びっくりした。ザークルってあんまりトンネルがないんですよね。てかアメリカってあんまトンネルないっすね。日本だけですよね、こんなトンネルがいっぱいあんの。日本ってなんか山があるたびにトンネルを作るからさ、なんかトップギアかなんかで言ってましたよね、日本人は全ての山にトンネルを掘るって。本当ですよね。もうアメリカとか全然トンネルないっすよね、こうやってザークルで走ってみるとね。基本山があるとこういうなんかいろは坂みたいな曲がりくねった道でどうにかやり過ごそうとするから、あれなんだと思う、日本とは違うんだと思うね。おっとおっと、さて、おお、なんか動物がいましたね。海が見えてまいります。そして、崖を降りてきまして、この先はどっかで高速乗るのか乗らないか、いまいちよく分かってません。すっげえこれ運転しづらいぞ。まあちょっと次回の動画までに直しておきます。で、ですね、何の車買おうかなっていう話なんですけど、何買おうかな。裏缶とかでもまだ持ってたっけ。持ってないか。ちょっとじゃあ見てみようかな。お、グルーに招待ありがとうございます。ただちょっと今ドライブ中だから申し訳ない。Left available taxi で。残り8キロですね。ここから高速に乗った方が俺は近いと思うんだけど、マップナビの指示だと乗んないみたい。朝になってきましたね。いいですね。全然見えなかった今道があるの。危ない危ない。寝起きだからな、10分前まで寝てたからな。相当今ね頭痛いですよ。頭痛はゲームをして治すっていうガチゲーマーみたいな発想ね。絶対良くないんだけど。あ、いいですね、こういう感じの朝のなんかいい感じの空気の中をドライブするっていうのね、なかなか素晴らしい。
ドライブではないな、少なくともな。結構速度出してるからね。50マイルのリミットがかかってるところを、ものすごい速度で走ってるんで余裕で捕まりそうですね。まあこのゲームの警察は速度違反は取り締まってくれないので特に問題はないでしょう。バイクは来ましたね。そう、このゲームバイクも乗れるんですよね。自分あんまりそんなにバイクはね、詳しくないんですけど、バイクもいいですよね。視界が広いからさ、なんかすごいこう風を浴びながら走れますよね。まあそれゲームだから風はさ浴びれないけどさバイクもいいなって思いますね。さてロサンゼルスに入ってまいりました。 GTA5 の舞台ですね。そう、 GTA もまたやろうかなって今思ってるんですけども、ちょっといい感じのね区切りがない他にもやりたいゲームがいろいろあるんですよね。で、そうそう、話は変わりますが、ザ・クルーの、2の方が Steam で予約がね始まっておりまして、始まってたと思うんですけども、値段が1万円前後だったかな。なんかいろいろエディションがねあるんですよね。なんとかパックみたいなやつで、一番高いやつで確か1万いくらだった気がするんですけども、まあ一番高いやつ買うとなんか3日ぐらい前からアーリーアクセスできるみたいな風に書いてあったんで、できれば一番高いやつを買おうかなっていう風には思ってるんですけども、まだ買ってないので、まあちょっと保留かな。さあ着きましたね、ディーラーね。着きましたねって言ったけど、あれ自分なんだっけ、なんかなんとかスポットみたいなの出してないから、いちいちこうマップ開いてさ結局ここに入らないといけないっていう。さあさあ何の車を買うかなということで、時間がいい時間になってしまいましたので、一旦ここで動画を区切りたいと思います。何の車を買うかは次回の動画からやっていきたいと思います。では、本日はこの辺で終わりたいと思います。以上、ライム TV のライムがお届けしました。チャンネル登録よかのぜひともよろしくお願いします。では次回もお楽しみに。